アシアナ航空733便墜落事故は、1993年7月26日に、アシアナ航空のボーイング737から500型機が、木浦空港への着陸侵入中に墜落した、航空事故である。この事故はボーイング737から500が起こした、最初の全損事故であり、また2002年に、中国国際航空129便墜落事故が、 発生するまでは死亡者数において韓国史上最悪の航空事故であった。事故当日の14時37分、アシアナ航空733便は金浦国際空港を出発、木ウラ空港に向かった。アシアナ航空の金浦木浦ウラ線は木ウラ空港の拡張工事完了を機に前年の1992年から運行が開始された路線であった。 またこの日に733便に使用されていたボーイング737から500は1990年6月にデンマークのマースク航空が導入し機体番号を MAB として使用された後1992年11月からアシアナ航空が使用していた当初733便は順調に飛行していたが目的地のウラは暴風雨に見舞われており 空港付近は視界が悪かった。733便は木浦空港への着陸を試みたが2回失敗し、3回目の着陸を試みている最中の15時41分に完成塔との行進が途絶し、レーダーから消えが消えた。この時733便は空港南西の海南軍で源のメンバサンザとの雲山山中に墜落していた。 墜落の衝撃で機体は大きく3つに避けたが火災は発生しなかった。火災が発生しなかったのは機体が翼部分から先に山林に衝突したため衝撃が弱められた上に雨で地面が濡れていたことが幸いしたと考えられている。墜落は事故機の乗客が山を降りて近くの集落に通報したことで発覚し近隣住民や警察 軍などが山に入り、救助活動が始まった。事故現場が山中であり、道路状況が悪かったことから日没後に発見された、生存者はヘリで病院に運ばれた。生存者は、ほとんどが、後部座席の乗客であった。当初、乗客名簿から733便には、乗客100人、乗員6人の、計106人が乗っていたと考えられていたが、 乗客名簿に掲載されていない乳幼児がいることが判明した。翌27日朝の発表では、乗客104人、乗員6人の、計110人に修正された上で、このうち44人が生存、66人が死亡と伝えられた。同日昼の発表では、さらに乳児の遺体が2体発見されたとして、乗客106人、乗員六人の、計百十二人、 うち68人が死亡と修正された。しかし1993年9月に発表された交通部による事故調査結果が乗客104人、乗員6人、66人が死亡という数値を示しているほか様々な資料において異なる数値が記録されている。733便は3回目の着陸試行時。 木浦空港から4マイル地点に達するまでに高度762フィートにまで降下していた。4マイル地点における規定の高度は1600フィートであり、733便の飛行高度はこれを下回っていた。事故発生当初、この降下が機体の問題によるものか、急激な天候の変化によるものか、人為的な要因によるものかが議論となっていたが、 後の調査で機体には問題がなかったことが確認され、操縦士のミスであることが確定している。大韓民国空軍が完成を実施している、甲州接近完成所は指定が基準以下であることを認識していたが、着陸侵入は許可した。これは当時の空軍の規定に反してはいないが、積極的にいた空港への目的地変更を指示しなかった点は、 問題があった、と交通部は指摘している。アシアナ航空は、事故以降、乗客の家族輸送を除いて、道路線の運行を停止した。事故が、操縦士の過失であることが判明した後、交通部は、アシアナ航空に3ヶ月の路線免許停止処分を、下し、運行が再開されたのは、翌年の1994年1月16日であった。 アシアナ航空の他の路線は運行が継続されたが、前年同期に比べて乗客が減少した。木浦空港は滑走路の短さなどの悪条件が指摘され、1997年には滑走路を延長するなどの改良工事を行ったものの、抜本的解決にはならず、2007年の無安国際空港開港とともに民間便は移転し、木浦空港は 軍用飛行場となった。1993年の韓国ではこの事故のほか、3月に、京府線亀浦駅で、無軍ファ号が脱線、転覆。10月には、航海で、フェリーが沈没するなど、交通機関の事故が、相次ぎ。10月の事故後には、交通部長官が更迭された。ありがとうございます。